ストリーム続いてはコラムの花道、沈黙の女王新さんなめこさん登場です。 TBS ラジオストリームをお送りしております、木曜日2時でございます、コラムの花道、本日は沈黙の女王新さんなめこさん、どうもこんにちは、はい、ようこそいらっしゃいました、はい、うん、水槽のもうちょっと夏っぽい感じだね、あ今日は、はい、まあ、でもなんか間違えてヒートテック着てきちゃってすごい発熱してますねその下ヒートテックですか、あそうなんですよ、なんでだろう、いやなんかつい習慣できちゃうんですよね、そうだよね、はい、いきなりなんか暖くなってるけどね、はい、確かにそういうのってありますよね、なんかずっとそのまま下着だけは変えずに、ね、はい、ということでございますが、はい、まあ、あのなんかいろいろまた お忙しい、あちこちパーティー三昧、パーティーは全然行ってないですよ、もう本当に忙しくて、うん、ただなんかちょっとこの前、うん、あの友人の結婚パーティーにあの出席することがあって、あのその前友人はちょっと知り合いというか男性なんですけど、男性の友達、あのそれで美術予備校の友達、女友達何人かとが呼ばれたっていう、それで行ったら、うん、そのあの最初になんかあの上司とかそ関係者のスピーチがありますよね、はい、ありますね、はい、だいたい偉いさんのね、そうですね、上の年上のおっちゃんからこう来ますよね、はい、そのなんか上司 の, あの方のスピーチが本当にあのすごくて、うん、でなんか会社の業績や売り上げを延々と話してたんですよでなんかぜひなんかその新婦 の,、うん、あのなんかうちの会社を新婦の親にもお両親にも知ってほしいみたいな感じで、あ新婦の、あなるほどね、あ新郎の上司だったので、新郎の上司だよね、はい、うちの会社はこれだけの売り上げ、そうですね、それがなんか我が社はアメリカではインテルやマイクロソフトな並ぶ三大企業で去年の売上は4兆円、内部留保は3兆円でトヨタと同じぐらいあります、うん、従業員は世界に6万7000円、うん、7000人、うん、はい、6万7000人、うんうん、彼の部署は、うん、あの毎50億円の収益を上げていて、ミッドタウンの電気代は月1000万円とかあ何も見ないでそのお金の話をと頭に入ってた、業績の話をスラスラとおっしゃっていた、言い慣れてらっしゃる、まあ、はい、経理畑長いんでしょうね、そうですね、どこのいろんな先生経理畑長い方、面白いな、社長になってるところの会社は、まあ、どことは言いませんが、はい、多いと思いますよ、面白いね、はい、なんか結構そういうなんか財政に興味がある方なのか、うん、その後なんかスライドで新婦 の,、うん、あのこれまでの家生い立ちみたいな写真があって、はいはい、でなんかその写真の中にひな祭りの写真があったんですけど、うん、そのひな祭りの段数とか数え出して、うん、社長が、はい、5段、うん、あ5段ぐらいあるからこ の, あの彼女にお金持ちだみたいな、ああ段数でもだこれは数十万するからこれこれって面白い方ですね、面白いですよね、なんか粘り大好きなんだね、だから今までそういった人にはなかなか会ったことがなくて新鮮だったんですけど、ね、あ山ほどいますよこんな自主、あそうなんですか、自主、そうそうそう、だなめちゃんの周りにたまたまいなかったアーティーな方が出会ってしまいましたか、ついに出会ってしまいましたか、はい、いやこんな人間ばっかりですよ、あそうだったんですね、この国はもう特にあの辺のどこですか、はい、ミッドタウンですか、六本木ですか、あはい、あもうただこのはい、たくさんいますよ、そうなんですね、全てもう値段でペコ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 ドルと円マークがパパパッとこうついてですね、あ今大変なことになってそうですよね、利率が何パーセントパパッとこう弾けるような人、うん、でなんかこの話を聞いたらちょっと疲れを感じたんですけど、疲れますよ、ね、そのパーティー会場をなんか早く帰ろうと思って友達なその女友達と後に来ていたら、その途中で、うん、新郎のなんか友達の広島のメンズ2人に、うん、この後飲みに行かないとか誘われたんですよ、新郎は広島から、はい、結構あの写真載ってるこっちの男らしい感じのこのメンズあのでそれでなんかまあちょっと年下で、うん、割とあのなんか、うん、あのワイルド系なあの年下でイケメンだったんですけれども、イケメンどの辺こうだってみんなイケメン系、あでもそうですね、ただ、はい、松本さんどうですか、うん
OK ですか、許容範囲入ってますか、うん、あ、よかったです。松本友が許容範囲に入ってる、はいはい、ワイルドね、はい、広島のワイルド。それでなんかあのでもそんなとあのその私の前に友達が絶対あの帰るっていう感じのオーラを出してて、あららら、ただそのそんなにあのいきなり断ったら失礼じゃないですか、うん、せっかく誘そう、そんなこの年になってそんな誘道たばたで誘われてなかなかないと思うんですよね。せっかくの貴重な、うん、せっかくだよね、体験をこんな悪い風に、うん、あの気まずくさせたくないと思って、うん、私はなんかあのすごい軽い感じで、うん、どこに行くんですかとか、うんうんうん、いろいろ五反田ですとか言われて、五反田とかなんかそんな感じのリアクションを、うん、無理やりしてたら、うん、なんかその、 あの一緒にいた友達が、うん、なんか私のことを尻がるとか言ってきて後で。なんでそんな軽すぎと、あらま、そうですね、なんかそして私がついその一応礼儀で応対したのに、うん、私は暴れじゃないからとか、うん、品川の路上で叫んだというテーマがありました。結局行ったのそれで。あ、行ってないです。帰ったの。帰ったの。お流れになっちゃったの。そうなんですよ。なかなかいい感じのメンズじゃないの。そうなんです。でも彼らはなんかその結婚パー式の、うん、平服でしたっけ、平服でって書いてあるのを真に受けて、うん、わざわざあのジーンズと、うん、あのシャツと、あのサンダルみたいな格好で来てしまって、結婚式、浮いてたんですよ。それはね、間違えてるよ、ね。なんか、はめられたとか怒ってましたね。平服でって信じたのに。結婚式で、ちょっと、平服っていうのはカジュアルって言っていいのかな、うん、ちょっとその辺ちょっとよくわかんない。ラフにって言うんだよね。はい。ラフになってますね。はい。へぇー。尻柄じゃないよ。そうですよね。ちょっと、ね、あの、会話を楽しんだだけなんですけど ね。女同士って難しいよね。うん、難しいよね。はい。そこなんだよね。本当、はい、私とナミちゃんは本当にそういう喧嘩もなく、はい、なめともも時々私で今最後行ってきました。はいはい、今日はなめともコンビ潜入取材、はい、あの今日の近況とぴったりな話題なんですが、うん、六本木にある独身男女の出会いの場であって、うん、最近ちょっとマスコミとかにも出て話題のシングルズバーに行ってきました、うん、シングルズバー、はい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 、なめちゃんがまあ30代、はい、気がついたらね、はいはい、でアラフォー私ということで2人で婚活をしないかとスタッフにけしかけられまして、はい、婚活してこいと潜入取材してきました、はい、まあブームですよね、うん、そうですね、うん、あんまりそんな気にしてないんですけどね、ブーム。結婚願望は別にそんなないんでしょ、ナミちゃんは。そんなに仲はないですよ。ですよ、はい、なんか、それまた、はい、なんか一つ一つ、そうですよね。気づきますよね。今、ちょっと、そうですね。無縁バカみたいな、無縁バカみたいなものが思い浮かんでしまう。俺、原稿になったから普通に聞いたんだけど、あの、やっぱ聞いちゃいけないことなんだ。これダメだな、こんなこと書いてちゃう、じゃあ。その原稿のせいに、何なんですか。俺も原稿ね、全部それ正直言っちゃうからさ。結婚活って二人とも結婚願望はあるの読んだように聞かないでください。まあ、婚活とは何かっていうところを探らないと私たちも。はい、そんな、ね。そう、せっかくそういうバーが流行ってるんだったら見てみたいという。こんなブームがあったらもっと婚活しときゃよかったな。本当ですよ、本当本当、はい、ということで行ってきました、はい、であの行く店がどういうところかっていうのがわからないので、うん、まあ、まずは王道のホームページでね、確認をしてみました、はいはい、であのそのホームページによると、シングルスバーは独身の男女が集まり自由に会話できるバー で、うん、でお店が男女の出会いをプロデュースする。お店がプロデュースしたの？そうですね。アメリカやイギリスでは一般的な存在で、うん、で、なんか多忙なビジネス、エグゼクティブやキャリアウーマンの出会いの場として、親しまれているというふうに書かれています。もう私なんかこのね、うん、日本のエグゼクティブたちに巡り合いの場、うん、セックス・アンド・ザ・シティみたいなこと考えちゃうじゃないですか。うん、エグゼクティブ以外はダメなの？じゃあ何？なんか男性は、パートタイム労働者はじゃあ行っちゃいけない。男性はそれなりに名刺を渡さなきゃいけないんですよね。ごめん、一言言っていい？アメリカやイギリスのシングルズバーって別にお店はプロデュースしないよ、私の理解が正しければ。それは個人の勝手だから。ああ、個人で。店が全部仕切るって感じになる。日本だけの。日本らしいですよね。日本らしいよ、ね。そうですよ。お土産パーティーとか。そう、お土産でしょ、うん、日本、日本らしいですよね。うん、本当に。で、あの、男女とも会員制です、うん。日本らしいですよね。日本らしい会員で。ホームページをよく読むと、会員の条件があります。はい、男性の条件。初回来店時に名刺、さっきもダメちゃった名刺をいただきます、はい、うん、女性の欄には社会的マナーが守れる方、私ダメそうですよね、はい、あ、つまりいきなりパンツ脱いだりなんかしないってことですよね。ビッチはダメだって感じのね、ビッチはダメ、ビッチダメだ、ビッチはダメで、当店の会員様としてふさわしくない振る舞いをされた場合には退店いただいておりますって書いてあって、そりゃそうだ、まあ、男性を身分をきちっとはっきりさせて、はい、女性らしさが大事みたいなことがね、ホームページにあったんです、ね、基準が違うっていうのはそれで、よくある質問コーナーというところに、うん、男性からの質問、ガールズバーとは違うんですか、はい、聞きたくなる、ちょっとガールズバーってなんかさ、なんかあるらしい、ね、ガールズバーにいる女性はみんな店員さんなんですって、はいはい、
あの仕込みっていうことですよね。お店側から店側の仕込みなんですね。それで1対1でカウンター越しになんか喋るらしいじゃない。それはガールズバーなの。いやもうスタッフが詳しい詳しい。あでも俺そういう取材したかったんだよね。すいません。もうなんか女装したりとかそんなものだったけどね。ガールズバーあんまりいいや。実費で行ってください。このガールズバーの女性版じゃないっていうことだここは。そうそう当店に女性はみんなあなたと同じ。素人女性っていう。素人女性っていう。お客様っていう。そう時間制限もありますね。そういうことです。で、あとお店に来る女性が、まあなんかアラサーが中心で、OL やアパレル関係、美容師、エステティシャン、看護師とか、女性中心でなかなか出会いがないというのが多いのが特徴だそうです。まあとにかくどんな雰囲気なのか、ジャズが流れる落ち着いた雰囲気のはそんなんなんだということで、まあお酒も楽しめるということで行ってきました。そうですね。なんか、はい、ホームページの情報からまとめると、シングスバーは落ち着いた大人の雰囲気のバーで、うん、で男性女性も一般のお客さんで、で身分をはっきりさせて安心感があり、でなんか店内では自由に会話をして意気投合したらその後はあの。若い人だけでみたいな。そういうことです。若い人だけで。で、これで聞くと、なんかすごいこう、洗練されてる感じしません？なんか特にこう、なんか、ああ、新しい日本の。未来の場を、出会いの場を作る。そう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 、そう。なんでまあ、ここまで、これぐらいの情報だけ調べて行ってきました。はい。で、なんか夜9時半ぐらいに、六本木アマンドで。アマンドで。あ、セタも、アマンドはなくなってたんですけど。今、改装中の。はい。マッピーさんが、まあ、少し遅れて登場され、でなんかメガネをかけてちょっとキャリア系な雰囲気だったんですけど、セックス&シティをイメージ。そうだったんですか。なんで俺はキャリーですか。キャリーキャリーね。やっぱね。俺はなんかあのガマの口マスクみたいなで登場してるのに差つけんだよ。張り合ってないから。なめちゃんは結構可愛い系だと。テロッとした生地の服って男性が好きっていうのなんか雑誌で読んで、光沢がある。テロッとってどういう意味？光沢があるちょっと生地の何ワンピース。撮影生地のなんかブラウスみたいな。ブラウス。おいいんじゃないですか。いいですよね。はい、はい、で店の場所が何色、はい、あ花柄ですね。六本木の交差点から歩いてすぐなんですけれども、うん、なんかエレベーターがその別のフロアで止まったらちょっとサルサーバーみたいなのがあったり、そうそうそう、あそういう、ね、雑居ビルってことだよ ね、はい、ね、そこに寄りたくなっちゃう。そこに、そこにスッと。あ、そうですね。マピーさんすごい行きたいって。マピーさんすぐサルサ的なところに、ギューとか入ってくる。でも、ちょっとね、上の階まで行きます。で、なんか、あの、店の、に到着すると、なんか、飴玉がいきなり置いてあって、サービスを始めましたみたいな。は？なんか、何？なぜか、多分喋る、あの、男性、異性とトークする前に、ちょっと飴玉で、お舐めておくれみたいな、そんなイメージなのかなと思ったんですけど。ちょっと、舐めとけと。ちょっと。舐めておくれ。舐めとけと、ちょっと。下の運動しとけよと。は、お店は、唾液も出るし。エレベーター開いたらもうお店じゃないですか。で、飴玉あって、パッと見のイメージは少し大人っぽい。やや暗くて、暗すぎない。まあまあ、雰囲気的には大人っぽい。はい。こんな感じの暗いと。ああ、そうですね。まあ、ちょっと暗い感じ。ちょうどいいぐらいですね。なんかまあ、他に、まあ、数人の女性客がいるという感じで、最初にあの、店員さんが来て、あの、会員になるために、名前を書いたり、あの簡単な身分確認があったり、うん、あとはそうですね、あのリクエストみたいな感じで、うん、自分の年あ相手に求める年齢と容姿と職業 NG みたいなものを書く用紙をもらって、結構細かいな項目は。そうですね、はい、何十代20代30代、はい、私はただ単に低収入としか書いてない。いいね、低収入、はい、それがあの西川ドクター西川とだいぶ違うと思う、ね、それはなんかカウンターで2人で座って書、はい、いたんですよ、はい、ただそのマッピーさんはそのちょっと記入のところでどうしても許せないというか、はい、なんかね、できないところ、なんかね、ペンがね止まっちゃったところがあって、うん、そこを書いていったんですけど、はい、携帯のメールアドレスっていうとこあって、はい、で別にね、何もないかもしれない、で怖いことはないと思うんですけども、はい、うん、どうしてもなんか見ず知らずの人に、はい、携帯のメールアドレスを教えられない。それはさ、店の人に出すんだよね。出すんです。いろんな名刺とかと一緒に。誰に渡すのそれは。わかんないですか、なんでためにそれはわかんない。相手のその隣の人とか前に座った人にそのアドレスを出す。あ、それはないと思うんですよ。店がキープした。店が。それでね、私、あの、小心者なんで、なんか書けなくなって、もじもじしてたんですよ。うん、で、ナミちゃんは、そこ、ね。もう普通に仕事なんで書いて。か、もうさすがなんですよ。それで、偉いの。はい。で、ワンピース、なんか、でも嫌なメールを送られても嫌だよね。そうですね。で、なんか、潜入、あ、店員さんがもうアドレスを書いて、絶対鍵とか、書いてほしいとか、さっき携帯持ってましたよね、とか。もうあなた持ってでしょ、みたいな。なんか、持ってないとか言おうとしたら、見ましたよ、みたいな。見ました。携帯モデル見ましたよ、みたいな。そんな感じで押し問答になって。なんか、エグザイルみたいな人にすごい言われて、だんだん怖い、みたいな。で、マピーさんがちょっと半切れになって、出ていかれたっていう。
で私は一人で取材、はい、どっかに行かれてしまった。潜入取材を断念しました。マジ皆さんすいません。メールアドかけと、はい、でもなんかあれじゃないの、元カレかなんかの書いてたっけ。そうですよね。そうじゃん、だってだけど元カレだただその場で送って確認しなきゃいけないんで。ああ確認するんだ。でね、きっとそのエグザイルみたいな人がすごい優しい男性だったら、ね、書いちゃったと思うんですけど、ちょっと意地悪だったから、私まさかの潜入取材断念でなめちゃんに託しました。じゃあなめちゃん一人で、はい、なんか入っていったと、まあね、入っていったんですよ、はい、そのままあの店のシステムを説明してもらって、うん、このお店は、まあ、女性は基本的に待ちなんですよ、うん、女性は店員が男性を紹介してくれるまでずっと待っていて、うんうん、であの男性側に店員さんが、うん、今紹介したい人がいるんですけどみたいな、うん、なんとなく何十代で何々をされてる方でみたいなことを説明して、うん、そうするとその男性が、うん、セッティングしてもらって、セッティングで、ええ、私というか女の待ってる席の向かいにやってくるという、で女子は待ってる、その時にただそのお金のがのかかるとかかからないとかあって、うんうん、女性側は待ってる間お金はかからなくて、うん、で飲んでも、はい、1000円ぐらいのドリンクは飲んでもいいんですよ、うん、でなんか男性が一緒の席に着いたら、うん、女性の入場料3500円と、うん、飲み物代は男性は持たない、その一緒に席に着いた男性が持たなきゃいけないっていう、どんな女性であっても好みのタイプがあると関係なく、はい、もうそのなんとなく聞いた情報で席に着いたら、だから7000円8000円ぐらいは払わなければいけないっていう、うん、その自分の入場料も込みで、結構大変だね、スリリングですよね。男性としてはスリリングだよね。はい。それでもって男性がチェンジとは言えないわけ。言えないですね。一応そうですね。数十分はなんとなく会話しなければいけない。それは何分って決まりはあるの？決まりはないんですけど、うん、まあ女性側には5分ぐらいで帰ったら困りますみたいなことと、うん、あとどうしても無理だと思ったらトイレに行くときに店員さんに行ってくださいみたいな。うん、もうあの人もうダメですよ。ああ。そうですね。なるほどね。はい。細かいルールがありますね。さすが日本ですよね。はい。で、なんか。ただこの日が、男性と女性の比率が本当に女性客の方が多くて、もう待ってる女性がすごい多い感じでした。今目が輝いてこりさ、どんな女性が待ってるの？まあでも意外と綺麗な人とかもいたりとか、うん、例えば誰みたいな、例えば、まあ、暗くてあんまり見えなかったんですけど、ただ近くでは、うん、そうですね、サラリーマン風の男性2人と女性2人が盛り上がってるテレビとか、その後で一緒に帰出て行ったりとか、まあ、男性はそうですね、あとは医者っぽい感じの、うん、なんか、まあ、ひろみちお兄さんにの男性がいて、うん、その男性がちょっと関根麻里にの女性と盛り上がってたんですけど、関根麻里って、はい、ああ、はいはい、その、なんか彼が結構声が大きかったんで聞こえてきたんですけど、盛り上がってたのね、はい、そう、お兄さん、体操のお兄さんだから、はい、なんか、まあ、世界を旅した話とか、うん、チャンスをつかむには何、こういうことをしなければ、チャンスをつかまないといけないみたいな話とか、あと、そろそろ船舶免許でも取ろうかな、みたいな。そういうなんかエグゼクティブなトークをしていたんですけど、彼がその話の合間に大きな音で鼻を噛むという、もう何回も鼻を噛んでいて、これで、はい、本当に男女の、初対面の大事な時にこんな何回も鼻を噛むっていうのはありなのかなみたいな。これまたでも太蔵の兄さんの席の前でうるさそうだな。あ、でもその後2人は一緒に出て行ったので、なんか本当に2人通称と、はい、出てた。あとは、支払いで、なんとなく一緒に支払いの時に出て行って、うん、流れで、なんか、一緒に帰るような雰囲気になっちゃうんですよね。それが、ちょっと、女性側としては、ただっていうのは嬉しいんですけど、うん、ただは怖いなというふうに。まあでも、二人出て行って、その店から出てて、じゃあねって別れてもいいわけだから。そうですね。まあ、それは自由だよね。はい、うん。で、なめちゃんは待っていて、うん、私は別れちゃったわけじゃないですか。はい、なめちゃんはどうなったの？あ、それが、ちょっとこの写真を見てください。何、どうしたの？これが一人で、紅茶？はい。誰も来ない席を写したんですけれども。なめちゃんの前に男性が来ていないって意味？結局1時間半ぐらい待ったんですけど、誰にも紹介されず、うん、ただ、まあ、紅茶が美味しかったんで、この店の。来なかったってことかい？そうですね。でもさ、向こうはどんな風に紹介してんだろうね、じゃあ、なめちゃんの前に。アラサーの？アラサーの。女性が多かったフリーのみたいな。そうなんですよ。なんか他の席で、うん、男性と女性で盛り上がってるところがあって、うん、割とルーシー・リューニの女性と、うん、ちょっと若いメガネ男性が、うん、なんかトークをしていて、うん、で、その女性が割と積極的で、ルーシー・リューが。なんか、最近流行ってるから婚活を2ヶ月前から始めたとか、あといろんな、人生君を、語っているっていう、そういうカップルがいたんですけど、うん、
でもその女性はなんかその、 あの男性を紹介してくれるまで7時半に来て10時まで待ったっていうことを話していましたね。婚活って結構なんだろう、うん、忍耐力だね。忍耐力が本当に忍耐力だ。女性の前で待ってる間じゃあ本読んだりとかなんかするしかないよね。うん、まあ、本って読むとあまりにも、ただ暗いよね、はい、そりゃ。あとまあ男性がどんどん店に入ってくるんで、うん、あのその時に男性がチラ見してくるんですよ。はいはい、目を見するような。それは男性としてはそうだよね。そうです。だからそんな本とか見て顔が見えなくなるよりも、もうあの女性のも顔見るわけ。てか私たちが二人で入ってった時にバッと見られてるの分かりますよね。そうですね。あ、そうそう、もう一瞬ガッと。なんかね、最初にチェックみたいなされてるの。ただそれでも来なかったっていうのはちょっと。なんか私はそうですね、ある意味この婚活バーに、あ、このシングルスバーに行って、うんうん、人生がどうでもよくなったっていう意味では結構貴重な体験でした。私はシングルスバーから逃げたっていうことで、これまた人生もう どうでもよくなりました。本当に、まあ、でも別の方からしたらまたちょっと違うかもわかんないけどね。婚活のまあね、第一弾は私たち失敗と。婚活はまあ忍耐だということでございますね。はい、ということで、はい、ちなみに私たちはあの、うん、最後12時ぐらいに六本木にもう一度カフェで落ち合って、はい、語って帰ったという、そういう仲良しコンビでございます。ハッピーさんバーで飲まれた。はい、まあそれが一番。本当にもう、コラムの花道、はい、今日は沈黙の女王新さん、なめこさんと松本さんのなめとのコンビ戦にありがとうございました。なめちゃん、ありがとうございました。コラムのあんああ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 あ、See you.